こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、待つ一千年の色、雪中不可視です。雪に埋もれた松が千古不変の緑を保つけなげさ、雪後初めて知る松柏の三竿の語が想起されます。観覧乱時を玉にすという聖語もあります。ただいまから松一千年の色、雪中不可視を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。